エイバルに所属する FW、武藤義則が、ついにラが初ゴールを決めた。試合後に、自身の公式Xで喜びを語っている。今シーズンの週サッカーはDAZNで、いつでもどこでも簡単視聴。1月無料お試し実施中、リーガエスパニョーラ11節、レアルベティス対エイバルが現地時間11/30に行われた。エイバルが2-0の勝利を収めた。イバルに所属する武藤と MF、乾貴は同時に先出場。武藤が移籍後初ゴールを決めている。0-0、迎えた49分、MF ブライアンヒルの左 CK から、TFS テンブルゴスがフリック。ファーサイドにそう、込んできた武藤がダイレクトで合わせると、ルは、ゴールに吸い込まれた。先制したルは、ブルゴスの PK で、追加点。エイバルが2点の、リードを守りきり、勝利を収めた。武藤は、試合後時の公式ツイッターを更新。リーガ初ゴール。やっと。本当に長かった。どんなに苦しくてもやり、蹴ると報われると再確認しました。応援し続けてくださった方々、本当にありがとうございまし。一喜一憂せず、頑張りますと投稿している。約移籍後初ゴールとなった武藤。今後のゴール量産に期待したい。